おはようございます。猫猫カメラマンでございます。本日はお宮参りの撮影です。とても可愛い赤ちゃんですよ。いい仕事してくれましたよ。しよしよし、ね、カメラ目線もゲットしました。じゃあこれからもご清聴を願っておりますね。はいどうも、はいはいはいどうも、はいはい、じゃあこれからも頑張ってね。おめでとう。バイバイ。こう投げて、はい、おお、こちらは兵庫県神戸市の湊川神社様でございます。そしてそこに鳥居があるんですけどね、いつもこちらで撮影してたんですけど、工事中みたいです。残念ではありますけど、まあその他にもいろんなロケーションがあるのでね、そしてこちら鳥居ですね、まあ入るときは、一礼、実に男らしいとは思わないか、まあ、せっかくなのでね、ロケーション紹介でもしたいと思います。一番奥に境内があるんですよね。まずそこまで行きましょうかね。こう奥行きすごいと思いません、ね、うん。やっぱ奥行きを利用した、その、撮影もいいですね。まあ、背景がね。あ、どうもおめでとうございました。お気をつけてどうもおめでとうございました先ほどの、お客様です。そしてこちらがお清め場ですね。はい、お清めしました。実にさらに男らしいとは思わないか。さあ、こちらが境内です。まあ、こちらを背景にしても撮影はまあ必須ですよね。まあ、境内の背景にしても撮影は必須なんで。そして、こう、右側に行くと、ちょっとしたスポットがあるんですよね。まあ、猫にゃこお気に入りのスポットです。さて、こちらですね。まあ、階段があります。階段を上がって、まあ、神社の中に神社があるといった感じですね。こういうのも神社なんですよ。あ、撮影されている方がいますね。こちらですね。こちら、もじみじがいっぱい咲いてるんですよね。まあ、緑なんですけどね、光の加減もいいですし、まあ、ストロボを使って、綺麗な撮影ができます。そして、こちらですね。こんなところが、あとはご紹介するところは、まあ、なさそうですね。まあ、とにかくいろんなロケーションがありますので、まあ、考えれば、結構、バリエーションが広がるということです。ですね。では、お写真をお渡しがありますので、そろそろ戻りたいと思います。四郎がまた決めポーズをとってますね。実に男らしいポージングだ。ふーんって感じですね。まあ起こさないでおきましょう。